はい、おはようございます。朝の8時半でございます。で、今日はね、休日なんでゆっくりゲームしようかと思って早速ブラックスクワットをプレイしてますね。まあ、これ一発目のゲームなんでね、ちょっとぐだると思うんだけど、まあそこは仕方ないっていう感じにしてください。で、今日は、まあ、最近バレンタインイベントとか旧正月イベントでね、頭一発の武器が多いんで、そいつらをね、比べてみようかと思います。で、まあ、今日は AK12 と、割ったんね。AK12 と AK47 を比べてみようかな。まあ、どっちもデータ上は同じなんだけど、なんかね、個人的には AK47 の方が使いやすいっていう風にね、感じてるんだよね。まあ、まず12の方から使っていきましょう。とは言ってもね、僕自身この AK とか SR47 とか全然使いこなせてないんでね。まああんまり参考にはならないかな。大して上手くない動画になっていくと思うんで、まあ適当に見てみます。ということで、ヘッドショット出して、相手の陣地へ詰めていくが、敵が出てこないぞ。いたいた。頭打って。こっち？はい、もう一人。はい、もう一人。やっぱね、あ、やれた。この頭一発ってのが、強みですよね。まあ、近距離だったらまあまあ頭狙い撃ちはできるんだけど、結構ね、この銃使ってダメなところが、まあ、遠距離が苦手なんだよね。なんか MDR とか使えば全然対応できるんだけど、まあ、こういうのはいいんだ、こういうのは。こういうのは銃の性能で勝っていく。後ろから MP7。おっと、油断してたぞ。あー、ただ、うん、こういうのね、苦手なんだよね。いやー、なんか当てにくいんだよな。しかも連射しちゃうからさ、癖でいつもの。もうちょっとね、間隔空けてタップしなきゃいけないんだけど。連射しちゃってね、弾がばらけてしまって、当たんないぞ、みたいな。あれ当たんないぞ、みたいな。感じになってしまうんですよ。はい、同打ち。で、味方が下見てくれてるんで、上を見たいが、味方の展開が遅いんで、ちょっとここで待機しつつ、正面と右を見ていく。味方が進軍していったので、自分もスネークが普通にやられてしまう。いやー、慣れないっすね。AK12。ちょっとね、もうちょっとやったら、47に変えていこうかなと。ほんとね、近距離は強いですよね、これ。近距離、中距離、強いけど。さあ、見られたんで、ちょっと、交代して、ヘッドショットしていく。ああ、また見られたね。ああ、また見られたね。二人に見られたんで、ちょっと時間を置いて、入っていく。さあ、一人やった。ああ、もう一人ダメか。なかなかね、威力は高いとは言っても、安定しない銃なんですよね。結構ね、調子に左右される感じで。後ろか。ちょっとここで AK47 に変えていきましょう。同打ちはね、やっぱこっちの方が扱いやすいっていう風に個人的には感じてるんですけど。どうすかね。まあ、アイアンサイトがちょっとね、見づらいけど、そこはしょうがない。クリス・ベクター使ってるの珍しいな。さあ、つうかこのマップやるのも久しぶりだな。なんかハンゲーム版の時はチームデスマッチって言ったらこのマップよく使われてたんだけど。はい、頭打ってくる。あ、奥。奥も奥同地。スチーム版でこのマップ、まあ、今回あれなんだよな、クイックマッチでやってるかな、これになっちゃったんだけど。スチーム版であんまこのマップやってるの見たことないんだよね。なんかもっとアウトスキートとか、VBSS とかが人気かな。さあ、突っ込んで。突っ込みすぎた。ちょっとまずいかな。裏回って、後ろから、まあ、全然ね、合ってないですね。距離、下り。で、リロード挟んで、挟まなくてもよかったかな？なんとか同打ちしていく。おっと、なんか固まったぞ。固まったけど倒して、さらにヘッドショット。で、もう一人ヘッドショット。はい、もう一人。で、こんな感じでね、まあ、一発っていうの、一発の強みを相手に押し付けていく。出てこないな。でもね、ちょっと寝起きってこともあって、だいぶガバガバエイムなんですけど。これで、今の倒せないのやばいっすね。ちょっとね、いかれてますね。
まあ無理やりちょっとスコアを取っていきたい。あ、当たらないね。この感じは当たらないね。はいはい、ここ今のはもう覗かなきゃダメだね。うん、ちょっと遠距離の練習しなきゃダメかな。頭見えてる。統治。さあ、箱の裏にいる敵を味方が倒してくれる。一応飲みとく。さあ、出てこい。さあ、頭打って。あ、奥かな？奥から出てくるで、一人。ん？当たらないな。うわぁ、まずい。ハンドガンに持ち帰ればよかった。さて、半分ぐらいって、69対7、あ、70対70でいい勝負してますね。ちょっとね、もうちょっとスコアを取らないと厳しいか。出てきた。空中ヘッドショット。はい、後ろから。で、もう一人、振り向けヘッドショットかまして。あ、味方がな、ちょっと後ろにいるんで、もうちょっとこの辺でうだうだやりましょう。ちょっとずつね、足並み揃えて、で、サクッとヘッドショット。まあ、ああいうのはね、余裕ですね。さあ、降りて、後ろから背中を、なんとか倒したか。さあ、ちょっとずつスコアを離していく。あと左、前側ちょっとガバガバだな。攻めれねえ、あそこ。お、なんかヘッドショット。これはまぐれですね。さあ、右側を攻めていく。頭打って、もう一人。で、上にいるやつ、倒してくれた？ナイス。で、はしごの上は味方に任せる。私はこっちを、ちょっと待てよ。こっちの方見た。あー、90か、早かったな。サブマシンが持ちがいたとは。思ったより早かったね。で、後ろ。あら、間に合わない。さあ、ちょっと詰められてきたぞ。86対90。ちょっと押され気味なんでね。なんとか。いないな。さあ、下潜って。あー、見られた。めんどくさいな。こっから出てこい。あ、上にいるんだけど。上のやつを攻撃していく。さあ、おっと、あ、やばいやばい。これダメなんだよ、これダメなんだよ。振ろうとしちゃダメだよ。お、なんとか、同時で倒していく。はい、頭。もう一人。ちょっとリロードしておこう。おっと、さあ、無理やりフロートで、思いっきり下に向けて、向こうで制御していく。さあ、もう一人。あ、ダメか。いや、いいね。いい勝負だね。104対111。やっぱね、AK12 より47の方が使いやすいっていう風に感じますわ。あー、ここ。これね、ちょっとこのアイアンサイトに慣れていなくて、当てれないんだけど。あ、動物になっちゃった。これでね、ヘッドショットしたいんですよね、本当は。いや、これだと当たんないか、やっぱり。あの距離だとダメかな。さあ、上を取られている。味方倒してくれた。ナイス。右側ちょっとガバガバかな。入っていこうかな。はい、頭打って。さあ、もう一人。ヘッドショット。で、3人目。4人目。あ、ちょっとブレた。まずいな。うわ、早っ。横にいたか。さあ、力の限り、打って、超胴打ちをしていく。胴打ち、3キル。4キル。さあ、奥。おーっと、あっさりやられてしまう。難しいね、AK はやっぱり。ちょっとね、扱いこなせないかな。奥にいるやつ、頭打って、もう一人。さあ、もう一人。いや、この狭い通路好きなんだよね、本当に。この狭い通路はなんかあまり負ける気がしないな。三人ぐらいはね、抜きたいっすね。おっと？ピンクのお姉さんが、あっち来るかな？いや、味方に任せて、狭い通路で。さあ、来い。おっと、なんとか飛んで、お、結構引き離して勝てましたね。ということでね、まあ、AK12 と47を使い比べてみたんですが、まあ、個人的には47の方が使いやすい。なぜかはわからない。
なんかちょっとね、ブレの感じが違うんだよな。まあね、そんなに使ってる銃じゃないんでね、あれなんですけども、てな感じでね、今日は以上です。